はい、お疲れ様です。何ですか、急に。何の動画が終わる、急に。何の動画が分かりますか。いや、わかんないです。私最近何かやらかした覚えもないですし。やらかしまくっておりゃいいか、俺が起きないって言われて、ね、男作りやがって。その1回はもう決着ついてたじゃないですか。今日はね、何をお話しするって、はい、ちょっとまた重大な話なんですけど、はい、もうお前にカメラマンとして来たじゃん。はい。なので1ヶ月。はい、行きそうですね。1ヶ月様子見た。はい。結果、はい、お前のカメラマンとしての結果、はい、あ、結果発表ですか。結果発表緊張。動画集ここにします。何ですか。いいとこだよお前は。動画を集ここにいたします。それは喜んでいい。私がなんか責められてるんだ。そうですよね。お前が来た結果ご本になりました。じゃあ減らされたってことですね。いやいや、まあ、燃やきたのは本当関係ないんだけど、まあ、最近よく言われると思うのがさ、もう俺連れとかに、まあ、コメント欄で最近つまらんとかはまあようわからんじゃん、まあ、それは面白いって言ってくれる人もいるし、 それぞれある。そうそう、あるけど、なんか連れとかとも喋っとってやっぱり企画が弱くなってきたよね。トークとかそっち系が多いよねって。ああ、昔はドッキリとか何かやられたとか。そうそうそう、企画が多かったじゃん。あ、まあ、ミッチーもおらんっていうのもあって、ミッチーがあの時はさ、現場抜け取ったんだ、まあ、管理みたいな、まあ、一応足場班の責任者だけど、まあ、昼間一緒に撮ったりとか。そういうポジションの人いないね。そうそうそう、週7って結構で忙しいじゃん。で、今うちもやっとるのがその17ライブ、自分で配信もやるし、 TikTok でもやっとるね、今。まあ、17ライブから始まり、まあ、インスタ、TikTok、YouTube も今ショートムービーもやっとるだろ。で、いろいろやっとる中で、まあ、週7にこだわってなんか投稿するよりも、まあ、本当は職人さんの朝、人笑いじゃないけど、違って見てもらうみたいな目的が、働いてる方が、そうそうそう、うん、あったけど、はい、まあ、なんで、まず日曜日配信やめるのと、であと面白いかなと思うのは、水曜日のセミナー動画みたいなとこもあるんだ。ああ、もう職人さんたちに、そうそうそう、こうやって、まあ、お前と2人でもいいし、なんか俺が1人で喋ってもいいけど、なんか職人さんの経営者とか、まあ、よくセミナー動画復活してくださいって言うけど、伸びねえもん、あいつの時間伸びねえし、だからやってなかったけど、ちょっとコメントのままボロカスに書かれるから、へこむんだよね、あれ。気にしてね、ミオにめっちゃ気にすんだとか言ってたのに、めっちゃ気にしてない、気にしてないけど、そうそう、もうへこむ。いざ書かれるとね、もうゼロではない、その、まあ、これぐらいある俺のハートの状態、これ、なんかチキチキ、あの表面削ってくる。あ、だんだん削られてって、うん、そうそう、自殺するとかなんかへこむとか、そこまで、ミオも別にそこまで言ってなかった。もうへこんどるだろ。まあ一回話戻すけど、はい、すみません、で日曜日配信止めるのと、はい、まあ、水曜日止めて、まあ、セミナー動画で、それ もう毎週できるかちょっと分からんけど、だったら俺セミナー動画だったら一人でも撮れるじゃん、うん、でお前とでも撮れるじゃん、こうやってお前にカメラ持ってもらって今日はこういう話しますみたいな、ちょっと前にね、まあ、これちょっといろいろ大事な話で伝えたいこといっぱいあるんだけど、その、まあ、水曜日にセミナー動画やって日曜日配信しんけど、やっぱその分やっぱインスタとかさ、 TikTok で今力入れてとるじゃん。私もインスタやり始めました。お前もインスタやってるもんな。頑張りますって言って1個しか投稿できてない。もう顔出ししとんだろ。してないです。しろよ今インスタでフォローしてくれた人だけ顔見せるとか。じゃあ投稿しろよ。今日します、今日します。写真はいっぱい撮ってるんです。どういう風にやったらいいのかとか、ああ、何をあげたらいいのか。そうそう、いや、1個、あの、社長のご飯食べるやつ。いや、あの、ご飯食べてるやつとか結構ああいうのいいらしいよ、やっぱ見たいって、まあ、どういうのが見たいかだよね。だってプライベート的なこと見せとるじゃん、俺も。いや、そういうのって結構見たいじゃん、どういう服着てるのだろうなとか。あ、じゃあそういう系を、裏側ではないけど、うん、うん、そうそうそう、そこでお前は昨日なんか家族でショートタワシコみたいに飯食ってたろ。それを写真にするの。そういうのも写真からはしまいや、翔さんソロで載せます。そうそう、で、人、そうそう、それでいい、今日も彼ビーみたいな。でも個人的なアカウントみたいになっちゃうじゃん。でそれでいいやな、別にお前のアカウントなんだから。見たいかな、二階堂上の見ようとしてのアカウントなんだから。見たいかな、そんな翔さんの、翔さんのソロ写真。ペコちゃん、ペコちゃん、ちょっと3分付き合って。動画を集合配信しようと思って。 YouTube のちょっとコンテンツがやっぱ弱いとか言って、要は常にも言われるんだ。お前らはスノーボードで数字から減らしてもらってるけど。意外と伸びてました。なんか思ってた以上に。待ってましたってコメントめっちゃありました。最近人もしかしか書いてないから、こちらのカップルと。お前らのカップルと。別に
旅系はまあ面白いよ、面白いけど、でも時期的にもあれだもんね、そうですよね、また行きたいねとか言ったんだけど、ジムの伸びとんのあれ、まだ伸びてますか、今日久々見たけど、いまだに、でもコメントきます、お前行ってこいじゃん、どこにですか、あいい絶対アトラクションダブルデートでいいじゃん、またダブルデート結構ポーンっていいの行くと結構伸びてくじゃん、一回みたいに、なんか最近塗装でも見たいっては言われますよね、やっぱり塗装の通りっても伸びんのだよね、伸びてる、結局数字のためにやってるわけじゃないけど、見とるってことは喜んでくれとる、楽しい、視聴者が認めとるってことだもんね、難しい、そうそう、もちろん俺らは塗装のことの方がいいんだわ、お客さんとかが増えるし、ね、やっぱお客さんが一応見て依頼っていうのがやっぱ塗装とかいうのがいいことだから、まあ、そもそもはそこからスタートしたやつが、だんだん YouTuber みたいなやってきて、確かに。そうそう、で、まあ、今はね、こうやってビジネスとかもあるし、本数を減らすことはちょっとあれかなって、ずっと、まあ、結構前から出とったんだよな、話はな。企画も集中できるし、内容もしっかり考えれるし、結構やっつけて取りに行っちゃうじゃん。今日もそうだもんな。なんやかんや、うろうろしとったけど、一本も取れんじゃんね。負けたの？私も今日一本取り、あの仕事のあれを取りました、ほんと、佐々木ファミリーチャンネル、やっぱそれ結構みんな見たい見たいって言うだろう、この朝のルーティーンとかやってくれてました、1万人突破しました、そう、はい、もう足元見たじゃん、まだまだね、全然抜けてない、ほんと、せん、まあちょっと視聴者の皆さんね、ちょっとまた意見も聞きたいけど、どういう動画撮ってほしいとかさ、でそれまあインスタとか、まあ、インスタはちょっと特に個人で管理しとるもんで、なので結構読むじゃん、ね、しっかり、俺ももう今最近コメントのほとんど見てないけど、YouTube ちょっと俺叩かれとった時にちょっと一時チェックしたけどずっと見てましたよ何かあったら携帯見てると思ったらコメントだったでもインスタっていうのはなんかあれじゃん LINE みたいな感じだから読まんと通知が消えんじゃん、ミント既読が使うもん、そうですね、だからまあインスタとかにね、なんかこういうことやった方がいい、ああいうことやってほしいとかいうのをちょっとまた面白そうなやつぜひまたそっちの方もお願いします、お願いします、もう片見てね、全然何かわからない